北見連成会、釧路連成会連成会グループは北海道の都市を中心とした学習塾チェーン。北海道では新学会、修営予備校と並ぶ学習塾業界の3大勢力であり、2009年現在北海道うちの学習塾としては最大の生徒数を誇る。もともとは帯広畜産大学向けの受験指導を行う塾として1977年に 帯広市にて創業歴史的経緯から法人としては札幌市以外の道内各都市における教室運営を担当する株式会社連生と札幌市内の教室運営を担当する株式会社連生会の2社に分かれた形となっているが実質的には両社が一体となった運営が行われている。長瀬と業務提携しているため 自社講師による教室以外に等身衛生予備校を開設している。また、全国模試についても、長瀬の全国統一小学生テスト、全国統一中学生テストに参加している。2010年2月に連成会グループにおける名称統一のため、札幌セミナーが札幌連成会へ名称変更した。ありがとうございます。